その辛さが病みつきに。本場の味が楽しめると女性に大人気。韓国料理茶屋2の松井翼さんの登場です。松井さん、よろしくお願いします。どうもよろしくお願いいたします。さあ、今週のテーマは子どもと楽しむ地産地消レシピ、 SDGs ウィークでお送りしていきます。今日は松井さんとこちらを作っていきます。トリプルコギの韓国風手巻き寿司。はい、松井さん、これお子さんと一緒に作ったら楽しいでしょうね。そうですね、本当にいろんなものを組み合わせて、でご飯もしっかり食べれるので、はいはい、美味しいと思います。お肉に野菜にご飯にいっぱい食べられる一品です。はい、ぜひ皆さんもお子さんと一緒に楽しんでみてください。では早速クッキングスタートです。はい、ではまず野菜を下ごしらえしていきます。はい、こちら世良さんのアスパラですね。お、広島県産、中でも今日はセラのアスパラガスですね。3分の2から下をピーラーでこう簡単に皮を削ってください。はい、そしてアスパラを3等分にしていきます。はい、アスパラガスも今からどんどん美味しくなっていく時期ですもんね。そうですね、5月から7月ぐらいが一番旬ですね。これからですね。はい、で耐熱容器に入れて、軽く水が浸るぐらいまでお水を入れていきますね。はい、その後ラップをかけていきます。はい、アスパラガスに水をちょっと入れて大丈夫ですか。はい、大丈夫です。このラップがなかなか難しい、ちょっと技術がいるラップなんですよ、すいません。じゃあ、チンしていきます。はい、電子レンジです。こちらは楽技ですね。アスパラガスの加熱は電子レンジ 600ワットで1分間加熱していくと、お湯を沸かさずに簡単に、はい、調理できますから、ぜひこれが嬉しいですね。はい、続いて鶏もも肉を、調理していきます。はい、今回は、この皮を取っていきます。鶏もも肉 200g ですが、まず皮を取ります。はい、こんな感じですね。はい、でここで馬技ですね。鶏もも肉は、皮を取り除くことであっさり食べやすくなります。胸肉の方がよりあっさりしてるんですけど、今回はご飯と一緒に食べるということで、はい、もも肉にしました。食べやすい大きさに切ってもらって、はい、じゃあ胸肉よりはもも肉の方が今日はおすすめかな。そうですね、はい、しっかり味があるのでもも肉の方が、ちなみに取り除いた皮ってどうしたらいいですか？何か使えたりしますか？使います、ちゃんと。これも使います。はい、後で油でカリッと揚げたら、はい、お父さんのおつまみになりますので、ぜひ。嬉しいですね、お父さんの晩酌のお供になるわけですね。はい、確かにパリパリの鶏感美味しいです。はい、じゃあ鶏肉を炒めていきますね。はい、フライパンが熱くなったら鶏もも肉入れていきます。はい、鶏もも肉入れました。広げて表面を焼いていきます。はい、ちょっとこれ時間かかるので出して、タレを作っていきます。はい、じゃあタレ作っていきますね。はい、これ水飴が入っているボウルに、まずお醤油入れていきます。はい、水飴が入った大さじ1、水飴が入ったボウルがあります。そこに大さじ1の醤油が入りました。コチュジャンですね。はい、コチュジャンも同量ですね、大さじ1。はい、で続いてニンニク、すりおろしたニンニクです。はい、これも大さじ1。ここまで覚えやすいですね。そうですね、もう本当に1対1対1ぐらいの感覚なんですけど、ごまを最後に入れて、はい、でコショウですね、大さじ1です。そしてコショウですね。はい、このタレがまた美味しいですよね。で混ぜていきますね。はい、ちなみに今日の5時40分頃にお送りしますイマウス3ですが、安くて美味しいコストパフォーマンス最高のお店をご紹介します。ぜひ5時40分頃もご覧ください。いや、もういい色ですね。はい、このタレ美味しそう。フライパンを見ていきますね。はい、いい感じに、そうですね、いい感じに焼けてきました。そうですね、ちょっとカリカリになりつつ、きつね色になりつつですね。はい、あ、しっかり
まあ、鶏肉はやっぱちょっとしっかりめに焼かないといけないので、まあ、ちょっと焦げるぐらいがいいですね。で中までしっかり炒めるために、蓋してちょっとこう蒸したりしておいてもらいます。はい、はい、じゃあもう一回、じゃ続いてこのつけ味噌を作っていきます。はい、はい、で今回ツナ缶が入ったところに、合わせ味噌ですね。はい、ツナ缶一つに合わせ味噌が大さじ2です。はい、で水飴入れていきます。ここに水飴、こちらも合わせ味噌と同量ですね。大さじ2が入りました。はい、コチュジャンですね。はい、コチュジャンは大さじ1です。で、ごま油、はい、ごま油も大さじ1。で、いりごまですね。いりごまたっぷりですね。大さじ1です。で、最後にすりおろしにんにくを入れて混ぜていきます。はい、大さじ2と大さじ1で、はい、はい、この本当にタレが、私タレだけでご飯食べられそうだなっていうぐらいに本当にあのツナ合うと僕もあのいいアイデア思いついたなと思いました。はい、そう、このツナが本当に美味しいですよね。はい、うまさ、はい、本当にシーチキン入れることでこの味噌がより香ばしく旨味がアップします。はい、ツナも入れるのちょっと意外ですよね。はい、うん、でもツナもあの韓国でもよく使うのでキムチチゲなんかに入れて食べられる方がよくいますね。そうなんですね。はい、じゃあフライパンに戻ります。はい、鶏肉、じゃあいいですか。おお、もういい感じに、いいですね。黙ってきました。なんかでもプルコギって言ったら私なんか牛肉、あ、そうですね、牛肉っていうイメージがありますけどあのプルコギって、まあ、炒める肉なみたいな意味なんですよ。はいはいはい、火を入れる肉っていう意味なので、鶏肉でも豚肉でもあのこういう感じでしていけばプルコギになります。じゃあもうあんまりお肉の種類とか関係ないんですね。そうですね、まあ、でも基本はまあ牛肉、バラ肉とか、はい、ロースを使いますね。はい、今度はちょっとさっぱりしたいので、はい、鶏肉にしました。はい、ではまあ炒めて軽くていきます。でちょっとタレが、まあ、焦げつくぐらいが一番いい頃合いだと思います。はい、こんなもんですね。うわ、美味しそう。もうすごくこうコチュジャンとかのいい香りがしてますよね。はい、届いたらいいですね、視聴者の皆さんに。火を切って、はい、グツグツ言ってます。じゃあお皿に盛り付けていきますね。はい、わー、これだけでおつまみにもなりそうですね。そうです、十分。ねー、おつまみになると思います。おー、ありゃ、おいしそう。食欲をそそるいい香りがしてます。はい、はい、さあ、そして松井さん、はい、アスパラが、はい、はい、できております。じゃあ取り出していきますね。はい、最後にアスパラ水気を切ってください。もう色も緑がしっかり濃くなってますね。はい、広島のアスパラ本当に美味しいので、はい、食べてください。いや、なんか太さもいろいろありますもんね。はい、で盛り付けていきます。はい、はい、はい、で最後に味噌。はい、その他にも今日いろんな野菜たち用意しました。はい、山中、かいわれ、はい、で大葉、パプリカは、まあ、これぐらいのサイズに、食べやすいサイズにしてください。はい、で、あのこれでも裂いてこんぐらいの、はい、カニカマ、はい、子供たち大好きです。そうですね、長さは大体揃えた方がいいですか。まあ、その方が食べやすいとは思うので、はいはい、もう好みなんですけど。はい、そしてつけだれ、このツナ缶入りのね、はい、これちょっと辛く見えますけど、そんなに辛くないですよね。辛く見え、はい、やっぱツナが効いてるんですよ。やっぱまろやかになってすごく辛みが抑えられて、はい、ほんのお子様にも食べやすくなります。すごく美味しいです。じゃあちょっと一つ作ってみますね。お願いします。でご飯、山中に、大葉を一つ乗せて、はい、でご飯も、まあ、全部乗せるのでちょっと薄めにこれぐらいですね。はい、ご飯も少し、メインの鶏肉をマットバッグを2つ、お、2つも、はい、贅沢ですね。そしたら、アスパラですね。福島県産、はい、セラです。で、パプリカ、はい、カニカマ、カニカマ、で最後に
貝割れ、まあ、ちょっとアクセントになるので少し入れてもらって、でこれで、あ、で最後にお味噌、はい、これぐらいですかね。合うんですよね、もう最高に合います、このお味噌。でこれで完成ですね。はい、これでもうガブッとかぶりついていいわけですね。はい、ガブッとかぶりついてください。はい、こちらで子供と楽しむ地産地消レシピ、トリプルコギの韓国風手巻き寿司、20分で完成です。さあ、それでは今日の料理をおさらいしておきましょう。材料はこちらとなっています。料理のポイントです。皮と脂身を外した鶏もも肉を焼くことで旨味があるのにあっさりと味わえます。そして漬け味噌にはツナ缶を入れることで香ばしさと旨味がプラスされています。広島県産のアスパラや旬の野菜をたっぷりと食べることができる韓国風の手巻き寿司です。ぜひ作ってみてください。では青山さん、清水さん、どうぞ。いただきます。野菜たっぷりですね。うん、面白い。さっきからいい匂いがもう漂ってきて、カレーの香りがすごいいいんですよね。本当一口でガブッといただきます。ガブッといってください。だって、はい、いただきます。あ、いい、いいガブですね。うん、あー、おいしい。一口が大きすぎましたか。このタレ最高ですね。ありがとうございます。だ、はい、からこのタレ結構日持ち、はい、1週間程度日持ちするので、まあ、今回も結構多めに作ったので、はい、あのまた別で野菜スティックなので、はい、やって食べてみてください。そうなんです。でそして今日はですね、あのお二人のところに手巻き寿司だけじゃなくてもう一品ご用意しました。はい、鶏皮のパリパリ焼きです。あ、鶏皮せんべいみたいになってる。あれ、塩コショウで焼きました、パリパリに。これはいいですね。これは最高ですね。いい、はい、ビールのおつまみ持ってこいですね。ね、本当パリパリ、美味しい。鶏肉を余すことなく。そうですね、はい。はい、その取り除いた皮もこうやってパリパリにすることでお父さんもきっと喜んでくれることと思います。うん、まさに SDGs ですね。そうですね、はい。でも野菜もね、広島県産のものを今日アスパラガス買いましたけど、はい、他にもいろいろおすすめなんですよね。そうですね。もうキュウリとか、はい、あの人参、あの本当好きなものを一緒に巻いて食べてください。そうですね。お子さんと作っても楽しい一品だと思います。ぜひ皆さんも作ってみてください。さあ、明日は中華の第3です。豚肉と卵のパリパリ春巻きを教えていただきます。松井さん、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。